はい、どうもナナビットです。今回ですね、ついに日本でもニューバランススーパーフィートインソール発売されたということで、動画を作っております。いろいろとですね、私インソールに関してはこれまで試してきました。で、動画で紹介する分に関しては、ニューバランス製品のみなんですけど、いろんなメーカーありますね。で、その中でもですね、私のインソール探しの旅、一つ終止符を迎えたというのがこのスーパーフィートのインソールです。非常にテクノロジーの塊みたいな感じでですね、いろんな形、いろんな質感あって、足に合うものあるんじゃないかなというところです。これまでですね、ニューバランス専門チャンネルということで、ニューバランスで取り扱われているインソール紹介してきました。過去の動画にもあったんですが、ですね、個人的に好むものというのが、この RCP900 というものです。で、これいい意味でですよ、テクノロジー何もないんですよ。ただ素材感、足当たり、質感で、これを4種類のうちだと好んで使っているという現状だったんですけど、このスーパーフィートに出会ってからですね、もうその価値観、全く変わっております。今回発売されたのはこの3種類なんですよ。この3種類なんですね。で、これ以外は、半年ぐらいですかね、いろいろ靴に入れて試して合う合わない、自分の足に合う合わないはもちろんなんですが、持ってる靴に合うか合わないか、その辺もいろいろ試してきました。で、いろいろ一段落ついて、今回動画でですね、この3種類について主に扱っていこうと思います。で、インソール、このスーパーフィートに関してはですね、もう本当にこれ選び方人それぞれ、感じ方も人それぞれなんですよね。なので、誰かがいいと言ったものがですね、いいとは限りません。それを踏まえてですね、今回動画見ていただければなと思っております。そう、靴と一緒ですよね。試して買わないと合わないっていうのがわからないですよ。その辺を踏まえた上で、今回の動画見ていただければと思います。まずスーパーフィートと聞いてピンと来ない方へざっくりと説明します。本当にざっくりいきます。1977年にアメリカで誕生しました。測量医学におけるバイオメカニクス理論に基づいたファーストクラスの商品を手頃な価格で世にリリースし、多くの人の役に立つことという理念を掲げております。治療向けオーダーメイドインソールを作っているノースウェストポディアトリックラボラトリーがルーツにあり、医学的背景を持ったインソールを作っているというメーカーでございます。そんなメーカーと、もともと矯正靴から始まった、我々のよく知るニューバランスが一緒に取り組むインソール、これ悪いわけがないという感じでございます。今回この5つの項目でお届けしたいと思っているんですが、この動画に関してはですね、1、2、3、3つの項目、こちらをお届けしたいと思います。で、全て個人的な仕様における個人的な本当に感想です。その辺ですね、ご理解いただいた上でご覧ください。はい、ということで今回発売された3つのインソール、ちょっと説明しやすいかなと思いまして、切ってない新品のものを準備しております。まず最初にですね、インソールの選び方、これ最も重要なポイントだと言えると思います。私が購入しているものがですね、この D というサイズです。日本で展開されているのが 21.5cm から 29cm までというところです。サイズ展開はですね、4種類 BCDE というものがあります。で、どれを選ぶかっていう話なんですけど、私はですね、基本的に USA 産、マイサイ 26.5 ですね、 US 8.5 で履いてます。で、品番によってはですね、 26、US 8も履いてます。どちらもですね、この D に収まっているサイズというところでございます。はい。で、これはですね、あくまで目安です。というのも、
このスーパーフィートのインソールはですね、靴のサイズに合わせて買うものではないということを覚えててください。一番大事なのがですね、一番大事というかもうここしかないです、かかとのサイズが合うか合わないかです。かかと靴下履いて、入れた時にですね、段差がないのが、望ましいですね。スポリコのヒールカップに入っている形で大きいとですね、安定感っていうのが若干損なわれるのと、小さいとですね、もうこのカップ自体に足が入らないということになりますので、小さいよりは大きい方がいいんですが、ジャストに近い方が、もちろん機能を最大限に活かせるというところです。で、先ほどですね、これ靴のサイズ関係ないと言ったんですが、一番ですね、懸念していることがですね、靴のサイズで買った場合に横幅が広い方、本当はですね、DWIZ の 26.5 が履きたいという方が、ちょっと横幅きついので、DWIZ の 27.5 を履いているとしましょう。そうなった時にですね、ここの書かれているサイズ US9.5 の靴を履いているという方なんですが、おそらくですね、ワンサイズ落とした D が合うんじゃないかと思います。でかかとのサイズもですね、人それぞれですので、このヒールカップに収まるかどうかですね、かかとのサイズが大きい方はそれこそ大きい方を買った方がいいですし、かかとのサイズが小さい方はもう小さい方を買った方がいいというところです。で、私の周りにはですね、この 26.5 から 27 っていう方が多くてですね、いろんな方に、このインソール試していただいているんですが、それほどですねかかとが、はまらないっていう方はですね、身近にはいないです。だからひょっとしたら自分はかかとが大きいよという方はワンサイズ上げるとか、いうことした方がいいんですが、もう試さないとどうしようもないというところです。小さいよりは大きい方がいいですが、このインソール最大限に生かすにはジャストの方がいいと、なので、ワンサイズ上げて履いている方とか、ちょうどこの、目安の切れ間にいる方、27とか 27.5、例えば28の方でも、本当は27が履きたくて横幅狭いので28を履いているというような方は注意が必要です。靴に合わせて購入してはいけません。はい。ちなみに今回購入したこの D サイズのもの、私 27.5 の靴に入れて履いてもみましたが、靴の中でですね、ヒールカップが小さくてかかとが動くような心配はなかったです。なので D に関しては 27.5 の靴にも入ります。ですので、27.5 の人は本当にですね、これ選び方難しいなと、いうことは思います。比較しないとですね、どっちがいいっていうのが分からないので、本当にですね、ある店舗に行かれて試してみてください。はい、ということで一つずつ、他のものと比較しながら見ていきたいと思います。まず最初にですね、こちら、価格で言うと真ん中のものですね、スリムフィットアーチサポートインソール、こちらから見ていきたいと思います。最大の特徴はですね、スリムフィットとあるようにこれ薄いです。前足部が 3mm、かかと部分が 5mm ということですね。ちなみに、純正で入っているインソールと比べてもこのくらい薄いです。はい。でですね、このヒールカップ、ここの深さですね、これも3種類の中では一番浅いという感じで、もともとの高さがですね、浅いんですよね。低いと。低くて、浅いというものです。で、このスタビライザーなんですけど、他と比べますが、カーボンほど硬くはないと。これカーボンですけど、ね、めちゃくちゃ硬いんですよ。で、こちらのものほど柔らかくないと、ちょっと中間あたりの、硬さのものですね。で、これはとにかくですね、公式サイトによると中敷きが外せない靴だったり、
作りが小さい靴に合うということが書かれています。こう合わせてみるとですね、サイズがこれだけ小さいです。このような感じですねになってます。まあ、これに関してはですね、3つの中で最も足当たりが硬いです。まあ、それもそのはずなんですよね。これクッション性、まあ、ほぼない厚みという感じです。このインソールがどのような方に合うかというと、まあ、公式サイトにもあったようにですね、インソール外せない靴に入れるという方だったり、カーボンほどの推進力がいらないよという方、あとですね、足当たりが硬い方が好きだという方、あとですね、これ若干、もうほんの若干ですよ、きついなと思う靴を持っている方には最適なんじゃないかなと思います。まあ、結構ハードル高いような気がしますね、こちら。はい、続いて見ていただくのはこちら、一番安いものですね、フレックスクッションインソールです。で、最大の特徴がですね、これクッション製です。めちゃくちゃ柔らかいです。かかとからですね、つま先部分まで全て柔らかいです。で、まあ3層構造になってます。表面と中にですね、クッション、そして裏面という風になってます。公式サイトによると、つま先が7ミリ、かかと部分が11ミリ厚みがあるということです。まあいろいろこれも使ってますけどね、結構耐久性ありそうなんですよ、この裏面に関しては。で、これがもしダメになるとしたら、まあ、表面かこの中のクッションがもう沈んでぺったんこになるのかなという感じを受けてます。で、この3つの中でですね、これが一番万人受けすると私は感じてます。というのも、クッション性、柔らかさが好きな方非常に多いんですよね。まあ硬いのが好きな人にはこれは絶対向きません、というところと、あとこのスタビライザー、先ほど言ったように一番柔らかいんですよね。で、柔らかくて、例えば扁平足の方がですね、このアーチサポートが当たって足が痛いっていうことが起こりにくくなってます。これ曲がるんですよ。なので比較的足の形に合わせて変形もするというところで、このスタビライザーが痛いっていうことが起こりにくい構造となってます。で、かかと部分、ここにはスタビライザーついてないんですけど、かかとから着地した時にですね、ここで衝撃を吸収するということが計算されています。で、他2つと比べて、もう明らかに、ね、この柔らかさから言っても、サポート力とか矯正力とかは弱いです。で、この弱さがですね、まあビギナー向けというかですね、初めてインソールを変える方にも受け入れやすいと。そしてこれにも慣れたら、これがいいってなる気がします。そうなんで、他のものをですね、試そうと思わない方も多いと思うので、まあ、そういう意味も含めてですね、まあこれが一番万人受けするんじゃないかなということは思っています。で、一つ、これ一番重たいんです。で、この重たさっていうのは靴に関して言うと悪いことじゃないです。品番いろいろありますけどね、手で持って重たいものっていうのが履き心地良かったりですね、でたまになんとかっていう品番が重たいっていう声あるんですけど、これ重たいと、履いた時に重たいと感じた時点で、その靴はですね、おそらくあなたの足には合ってません。で、足に合ってて履き心地がいいものに関しては、ある程度の重さっていうのも感じないと思いますので、まあ重さについてはですね、ちょっとこの辺に出しておきますけど、このくらいの差がありますと、なんですけど、重さはですね、履き心地の比較対象にはならないというところです。はい、最後にご紹介するのはこちら、ウルトラクッションインソールですね。価格が一番高いものとなっております。で、最大の特徴はやはりこれ、カーボンが使われているというところなんですが、まあ見ていきたいんですが、まあ、表面とですね、その中間の層とこの黄色い部分、3層構造になっております。で、ここにですね、穴が開いてるんですけど、これ、ゲルポットですね、かかとからついた時の衝撃を分散させるという機能が備わっているというところです。まあ公式サイトによるとですね、これ前足部の厚みが5ミリ、でかかと部分が8ミリというところです。とにかくですね、これサポート力、矯正力が強いカーボン製です。ちょっとやそっとの力じゃ曲がんないんですよ。
なので、まあ、足型合わない方が履くとですね、ちょっと足の痛さだったりっていうのがあるのかなというところです。まあ、このスーパーフィットのカーボンを初めて試した人っていうのは結構声を聞くのがですね、履いて 2,3 日はですね慣れないで足が痛かったと、ただ慣れてしまうとですねカーボンを手放せなくなるという声も聞きます。それほどですね機能性についてはもう私も実感してますけどね、もうこれカーボンに慣れてしまうとまずいですよ。最大の特徴がですね推進力なんですよ。かかとつきます、歩こうとします、でかかと上げます、この時にですねもうビュンと推進力を感じるというところです。なので実際、まあ、自分個人が省エネっていうのを感じる、で疲れにくいと私個人は思います。でランニングじゃないのにカーボンの機能いらないんじゃないかっていう声も多分あると思うんですけど、慣れてしまうとですねもう本当にこれが楽ちんです、っていう感じになっちゃいますね。これ表面のですねこのクッション性っていうのは比較的あります。で反発性をちょっと感じるようなものですね。これ非常に私好きです。なので、このカーボンについてはですね本当に、まあ足の矯正力、サポート力強くて推進力、これを求めている方はもうカーボン、慣れてしまうともう離れられなくなりますよという魔力を秘めたインソールです。はい、続きましてですねスーパーフィートインソールの切り方ですね。で一つ大前提があります。スーパーフィートのインソールはですねこれ靴に入れた時に、スムーズにですねこう靴の中で動くように切ってください。これもうスーパーフィートを使う上での大前提です。ではなぜインソールをですね靴より小さく切るのかなんですけど、まあ通常通り今までの考え方通りにインソールを切った場合、まあ、靴の中でこのインソールはずれません。で足が乗ってきますよね。で、知らず知らずインソールの上で足はずれてしまいます。でこれをですねスーパーフィートはいいとしません。でインソールをですね靴より小さく切ることで、まあ、中でインソール動きますね。でその上に足が乗っかってくると、で足と一緒にですねインソールが移動するという考え方で、これがスーパーフィートの考え方です。で結局このヒールのかかと部分のポイントだったり土踏まずのポイントっていうのが、まあ、靴の中で一切ずれないという考え方です。で結局ずれるんじゃないのと思われがちなんですけど、これ経験した中でですねこのヒールの深さだったりアーチのこのポイントだったりが、まあ、足に合ってるとですねこれ勝手についてきます。なんでこれ床に置いて足を乗せて、まあ、傷がつかないようにやってみてください。自然とついてきますんで、でこれがスーパーフィートの考え方ということで、インソールより小さく切るというのが大前提です。で推奨されているのが、2ミリから4ミリっていう言い方はされてますが、これも個人差がおそらくあると思います。なので私がやってるやり方をちょっと紹介します。まあ、やり方はいろいろあると思うんですけど、あくまでこれ素人の私のやり方です。失敗したことは一度もありません。でまずですねこれ白いのが入れたい靴の純正インソールです。でかかとで合わせて、こう見てみると、まあ、黄色い部分が出てきますね。でここが切るべきところなんで、まずですね、この部分にガイドライン引いてください。今も簡単に引きますけど、こんな感じでですねガイドラインを引きます。でこれは今までの通常のやり方と一緒ですね。もう雑にやってますけど、でとりあえずこれをですね切ってください。切るときはですね
絶対に切れ味のいいハサミで切ってください。はい、こちらですね、こちらで切っていきます。でこれ布を切るハサミなんですけど、これで切っていきます。はい、今切ってきました。一応これ残骸ですね。でこちらが切った分です。で今このままだとおそらく靴とジャストサイズのはずなんですよ。でここから一回靴に入れて、履いてみて、でサイズ感のチェックですね。でインソールおそらく動かないと思うんですよ。でここから、もう本当ですね、これ1ミリずつやってください。でこのインソールをこう合わせてですね、このとこの1ミリずつを切っていくと、ガイドライン引いてもいいですし、もうフリーハンドでも構わないと思います。今切ったところ、ここを1ミリずつ切っていくと。で、2ミリから4ミリとは言われてますね。で最初で切ったこの段階でひょっとしたら1ミリ2ミリの差があるかもしれない、誤差があるかもしれないということも踏まえてですね、このやり方で私はやっています。であとは1ミリずつ調整していくと。で本当に自分の足にしっくりくるところで、止めれると思います。で目安としては、ちょっとこれインソールと今のサイズ感と違うんですけど、インソールを入れて前に突っ込んでください。できるだけ前に入れて履いてみるという時にですね、ちょっとこれまだ違和感あるなっていう時はもうちょっと切ってください。で、それをどんどん調整していくと、どっかでですねこのポイントとアーチとなんかぴったり合うところって出てくると思います。でそこで止めるという感じです。でこれは本当に個人差あるんで、もうこれ入れて履いてやっていって、もうしっくりきたっていうところでもう止めていいと思います。で大体4ミリぐらいと言われてますが、どうでしょうね、個人差あるんで5ミリいってもいい人もいると思いますし、なかなかそれは難しいです。とにかく靴の中でインソールが動くようにするっていうのを前提にやってみてください。でお店で切ってくれるところもあるかどうかちょっと分かんないんですけど、もう絶対にですね、その入れる靴のインソール、これが必要になってくると思いますので、自分でやるかお店の人がやってくれるのか分かんないんですけど、このやり方で、試してみてください。これは完全に私の好みですので、柔らかいものがあまり好きじゃないんですよ。360度包まれる感じっていうのがもうえげつないぐらい安定感を増させるために入れると。この2つがですね、もう一番今のところ私はタイプです。あんなにシビアに、いけるものでもないです。